あと、もしくは本日のように、それぞれの奉行の役の後ろに手が続いて、また奉行が続いてという行列の立て方もございます。本日は、和藤奉行の後ろに定列が続くという形の様式をとっております。次の和藤奉行は、国道から藤枝へ移ったと、大役で、なので警護者、大役で前川良也さん、その後ろには整列でございます。身を置いて和田由太郎の後ろの下長さんが続いております。そうしては軍事まだまだまた身を入れてくださった高校生の川崎と名前を呼んでいます。こちらは道丸鎧を着用しております。先ほど申し上げましたように、伊藤の甲冑を着用しているわけでございます。伊藤としまして、国王から武井信也さん、岡部慎太郎さん、直木一郎さんが続いております。その人が準備の担当元で、甲冑を鑑定をいたします。担当元運用、国王から武田御用さん、大学で前川信也さん、大学で大江田博さんが登場しようございます。いよいよ三の池、藤井の前と藤原さんが来たんでも、今待ってきた弓矢か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 回転が今度はあっちも上手い回転が来るのか。カメラの撮影の時にはフラッシュライトがつかないようにお願いを申し上げます。また皆様方の前にあります山田道中、この役場の場という塔山で皆様お分かりになったかと思います。井戸端と井戸端と一級手術手術しておりますが、Thank you.
この人が手にしておりますのが総一級という弓のお弓でございます。水俣選手、神田松選手、ラリーボール出場いたしました。神田松選手、篠松選手、手にしている弓は宗家さんの弓級と弓級の弓どういう球でございます。美濃松選手、何のことはね、親子ことなく終わるためにも最後の的を集中をしたということは非常に重い実績でございます。これで、ね、美濃松が当たっていれば